どうぞ、赤坂さん。あ、すみません。辛いお気持ちはわかりますが、考えても仕方のないことは考えるべきじゃないと思います。しっかりしてくださいよ。ええ、わかってます。自分でもわかっているんですけどね。助けに入った東堂明君も軽傷で済みました。犯人も自傷行為を起こす前に確保。赤坂さんたちが間に合ったから二人分の命が助かったんです。それは間違いのない事実ですよ。それでもあと少し、1時間、いや30分でもいい、現場に到着できていたら、彼女の両親は。赤坂さん、あんまりうぬぼれたこと言うと、お姉ちゃんの時みたいに私怒りますよ。あんた神様かよってね。まどかさん、お姉ちゃんも毎回殺人事件のたびにそう言っていました。もっと早く解決していればとか、なんだかいろいろと。まったく、そんな簡単にテレビドラマ見たく突然謎がひらめいたり、容疑者が自供したり、理由もなく善人になって改心するかっての。もっと自己中に割り切って考えれば悩みも少なかっただろうし、きっと幸せになっていた可能性高かったと思います。クソ真面目に生きたって、バカ正直に頑張ったって、もっと世の中にずるく賢く立ち回って偉くなってる人がいるんだから、その分自分が損をするだけじゃないかってそう思ってました。今でも少しだけそう思います。お姉ちゃんが亡くなった時、たくさんの人が泣いてくれました。今までお姉ちゃんをバカにしたり、悪口言ってた人も、みんな、刑事二課の課長なんて、いつも女のくせに偉そうにするなって露骨に嫌ってたのに。帰り娘が、私はこれから誰に闇を言えばいいのだ。仲の良かった人からも悪かった人からも、いなくなったことを残念に思ってもらえて、それってすごいことなんですよね。それだけみんなに頼られて愛されて大切な存在だった証なんだから。ええ、そうですよ、間違いなく。Thank you.
私はご存知の通りダメなやつですから、いっぱい回り道したり足を踏み外したりして、いろんな人に迷惑をかけてきました。でもこうして少しは元の道に帰ってくることができたのは、お姉ちゃんがいたから、そしてそのお姉ちゃんが目標にしていたお父さんがいたからなんだって、そう思えるんです。だから私これから強くなります。たくさんの人が落ち込んだりくじけそうになった時に、私を見て励みになってもう一度頑張ろうって思ってもらえるように。そのためには私も幸せにならなきゃいけませんよね。お姉ちゃんが一番それを望んでいてくれたんだから。そうだ、私も同じだ。ありがとうございます、まどかさん。え？落ち込んでいる場合じゃない。できなかった後悔よりもこれからできる努力をすべきなんですよね。私も誰かのためになれるような人間であれるよう頑張りますよ。あ、そうそう、私実はまだカオルさんにも話してないんですけど、できちゃったみたいなんです。できたって。あ、それはおめでとうございます。きっと山沖所長も喜ばれると思いますよ。きっと孫みたいだって恥ずかしがるんじゃないかな。では式も間もなくですね。それに名前を考えなきゃ。気が早いですよ。でも女の子だったらこれしかないって決めてるのが一つだけあるんですけどね。おや、赤坂さん、ここにいましたか。まどかちゃんも？あ、大石さん。それじゃあ赤坂さん、またね。クラちゃんもね。良いお年を。何はともあれ、あの子が元気になってくれてほっとしましたよ。あなたも心配でしたが、彼女もひどく憔悴して、本気でお姉さんの後を追うんじゃないかって気をつけてたくらいでしたからね。まどかさんは強い女性ですよ。南井警部の妹さんですから。まったくです。それで大石さん、彼女の具合は？自傷行為で多少の怪我を負っていますが、捜査に支障はありません。もっとも私が行った時は薬でよく眠っていましたけどね。
そういえば例の畠山葵もその病院に入院しているんですよね。ええ、別室ですがね。君吉夏美ですが、藤田刑事の話では受け答えもはっきりしていて協力的だとのことです。ただ自分のしでかしたことについては今一つ理解ができていないようなんですよ。殺人のことを覚えていないのですか？まあ彼女の言うには、気がついたらこの病院でここ数日間の記憶が断片的になくなっているとのことでして、尋問のやり方を何度か変えて試してみても同じ回答です。しかも話が一貫している。意図して嘘を言っているようには見えないんですよ。何ですかそれは。犯行現場の状況から考えても、君吉夏美が犯人であることは間違いないはずです。鑑識もそういう判断でしたよね。凶器には彼女の血まみれの手形がしっかり残っていたと。それなんですがね、赤坂さん、私たちひょっとしたら考え違いをしていたんじゃないかって思うんですよ。君吉夏美が感情的に両親や祖母を惨殺したってことをね。考え違い？どういうことですか？いやね、赤坂さんの推理通り、彼女は確かに両親に対して激しい感情を抱き続けていた。で、それを抑制していた薬が切れたことでバーンとやっちゃった。それは間違いないと思うんですが、二つに分かれていたのは感情だけの話じゃなかったんじゃないかってね。感情以外で、例えば、つまり記憶、もっと言えば人格ってやつも二つに分かれていたんじゃないかって。記憶と人格が二つに？そんなバカな。二重人格なんてそれこそ空想の中の話でしょ。一人の人間の中に二つの人格が存在するなんて、現実にはそんなこと。いえね、山沖所長の紹介で精神科医に確認してきたんですが、どうやらありえるらしいんですよ。いわゆる精神疾患の一種ですがね、激しい感情を抱き続ける自分自身を嫌悪するあまり、脳がそれを自分以外の誰かだと判断して分離しちゃうってわけです。実際に事例もあるそうです。まあそれならまだ可愛いもんなんですがね、問題は押し付けたもう一人にもちゃんと自我があるってことです。ですから黒い方が逆に白い方を偽物と決めつけたら、
マイナス感情を持つことが理想的だと考えるようになる。それを繰り返しているうちに、いつしか記憶と人格も全く別物に分離しちゃうんだそうです。で、ここで出てくるのが例の薬です。以前は、君吉夏美の激しい感情をその薬で抑えつけているって話でした。しかし、彼女が記憶と人格を二つ所有していたのだとしたら、問題は変わってくる。もともと欧米では禁止されているほどの強い薬だそうですからね。で、その薬ってやつが、黒い方の衝動を解消する効能ではなく、むしろ白い方で溜まりそうになっていた衝動を黒い方に押し合って、見えないように蓋をする役割を果たしていたのだとしたら、どうなりますか？黒に溜まった感情は、どんどん増大していきます。そして、何かのきっかけで人格が反転したとき、それらが一気に爆発する。大雨の時のダムと同じです。ですからそのダムが一度決壊すれば、鉄砲水で全て押し流してしまう。しかも、爆発したのは黒い方ですから、白い方は反転している時のことは全く覚えていない。それどころか、自分が殺した相手に対し、殺意を持っていたことも知らないまま、そう考えると、今までの辻褄が合うんですよ。じゃあ、あの薬は治療薬なんかじゃなく、むしろ。人を鬼に変える、悪魔の薬ですよ。以上です。ご協力ありがとうございました。あ、はい。何か必要なものがありましたら遠慮なく言ってください。食事はあと2時間後に病院食が出ますので。お手洗い行ってもいいですか？え？ああ、どうぞ、案内するわ。なあ、花田。なんだ？本当にあの子が両親と祖母を殺したのかな？もっと凶暴な感じとか血が凍ってるような冷たい印象だったらこっちも遠慮なくガンガン出ることができるんだけどな。あんな小動物みたいな女の子だと調子が狂うよ。人は見かけによらないってことさ。お前の奥さんでも本当のところはわからんぞ。バカ野郎、それはお前も同じだろうが。そうだな。人間の正体なんて本人でもない限りわかるわけねえか。おいおい、冗談だっての。奥さんと喧嘩でもしたのか？
病院嫌いなんだけど。あなたは？お姉ちゃんが、そうなんだね。私が、何を？そうなんでしょ？お姉ちゃん、パパとママを殺したんでしょ？え？別に隠さなくてもいいよ。お姉ちゃんって、人殺し、なんだよね。何を言って。私もお姉ちゃんと同じだよ。パパとママのこと、ずっと前から大嫌い。だっていつもああしろこうしろってうるさくて。おじいちゃんが来てからは喧嘩ばっかり。そのせいで私、友達からもいじめられて、お化け屋敷に住んでるお化けだって言われて、それでも私が我慢してるのに、ケンタロウは全然泣き止まないし、家族って、邪魔だよね。どんなに嫌いになっても、ずっとそばに居続けるんだもん、それこそ。殺さない限り。ね？だから殺したんでしょ？お姉ちゃんが。出なきゃ、ここに入院するわけないもんね。たくさんの刑事さんたちに見張られて、いろいろ調べられたり、検査されたりして。ね？そうなんでしょ？私は怖がることなんてないよ。だってお姉ちゃん、何度も頭の中で繰り返してたじゃない。人を殺す夢、真っ赤な血の中で楽しそうに笑い転げる夢。先生からさっき連絡がありました。あなた、私たちに内緒でアルバイトをしていたんだって。どうなの夏美。黙っていてもわからないでしょ。どういう理由があるのか知らないけど、親に無断でアルバイトなんて、一体何を考えてるの。私だって
お小遣いだってちゃんとあげてるでしょ。どうしてお金が必要だったのか言えば、お母さんだってちゃんと相談に乗るのに。隠れてコソコソしてたら、まるで悪いことしてるみたいに見えるじゃない。まさかあなた、佐伯さんや牧村さんに影響されて、変なお金の使い方を覚えたんじゃないでしょうね。いけませんよ、無駄遣いは。お父さんやおばあちゃんは甘いから気にはしないんでしょうけど、お母さんは許しませんからね。ねえ夏美、お母さんはあなたのことを思って注意してるんだからね。あなたも君吉の家の娘として。ちょっと聞いてるの夏美。まだ話は終わって。やめなさい夏美。あなた何を考えてるの。やめ。どうしたんだい。変な叫び声を上げて。ただいま。なんだこの匂い。おい、ハル。ハルコ、いてこれは。
逃げるなら今だよ。に、逃げるってどうして？だってお姉ちゃんまだ殺し足りないって顔してるよ。まだいるんでしょ？殺したい人。君吉さん、どうしました？君吉さん、しまった。すぐに署に連絡、急げ。みんな死んじゃえ。